わしやかなマフィアカジタです。わしやかな中村一です。はい、改めて挨拶するまでもなく、うん、続けて組み立て最中の名なんですけれども、こういう風にそんな風にアームでメンテナンス状態にするらしいね、はいはいはい、ロボットアームで持ち上げるんだな。これで格納していくってことだよね、うん。ただび後編は武装類を充実させていきたいと思うんですが、今ようやくね立ち姿が安定してきたんで。そう、かっこいいな。めちゃくちゃ渋い、うん、めちゃくちゃに渋いのは間違いないですよ。気軽にいじれるおもちゃじゃないやん。この辺のやっぱり、シリンダーロッドとかは、うん、あの乳がんの時もそうでしたけれども、そう、ね、メタルの質感出てますね、うん、で金に塗装されてんだな。そう、結構ねサザビ金の装飾を、うん、まあほらこの人、うん、そういう人じゃん。まあ赤と金が大好きじゃない。赤と金の人ですからね、うん、でもそれあんま関係ないと思う。ここなんだろうな。これなんだろうな、多分金メッキかなんかで腐食を防いでんのかな。まあそういうのあるんじゃない、うん、金あの腐りにくいからっていうのはあるんじゃない、うん、理由はあるはずなんですけどね。まあ宇宙世紀でもまだ金メッキなのかどうかは知らんけれども、SF 的に何かありそうだよね。意味はちゃんとつけてると思うんですよ。サザビーの手にこう指握ってもらうと、うん、赤ちゃんに指握られてるみたいな気持ちになるな。しっかりしてるよ。しっかりしてる。全然入らねえよ。それもなんか爪かなんかで止めるんでしょう。うん、入った。入った。怖っ。ぐにゅうたいてた。ああこれ。絶対組み立てるときに細かい傷ついちゃうの。そうだね、確かにね。オタクとしてのジレンマがすごそうだな、このおもちゃ。だからこの、うん、やっぱ解体初期に関しては、うん、出来が良すぎるために、うん、開けるのを躊躇しちゃうというか。でも開けないと劣化するんでしょ。だって、うん、いたよ、あの乳がんの時の動画についてたコメントで見たことあるのが、うんうん、あの自分も買ってるんですけど、ええ開けるのが怖くて開けてなかったんで、開けるとこ見れてよかったですみたいなさ。まあまあまあ人が開けてるとこを見てね、そう、うん、持ってる人が開けるところを見に来てるからね。これ引っ張るとバーニャ展開するんですよね。引っ張ります。ちょっと引っ張らせてもらっていいですか。いいよ。ここ引っ張るんですか。うおおおおお、怖っ怖っ。ええこうなってるの。ああ、そうね、それでくるこれでくるっと。おおすげえこれ細かっ。ここもこうなって、うん、こう展開してこう、ふう、ね、ふう、すげえ。これ裏側の塗装マジョラ塗装ではないよな、うん、すげえな。これなんか今普通に説明書読んでるおっさんになってない。あの全然喋んねえなと思って、なんかこうやってふーんと思って取られてますよ。オタクのおっさんが説明書読んでますね、うん、今自分でびっくりした。びっくりしちゃった。あれって思った。びっくりしちゃった。この感動をね画面越しに皆さんにお伝えしたい。うんね、生で見ないと分かんねえやっぱこれ。そうね、企画展とかでガラスケースで展示されてるレベルなんですよ、うんうん、そうだよね。あんまり個人の所有物になるものじゃない、レベルじゃないよな、もうね、これ、うん、高機動形態の再現してみる、うん、え高機動形態らしいよ。まず角がなんか、なんで角が立つ必要があるのかわかんないけど、わからん。空気抵抗、いや宇宙空間だし、宇宙だからないから意味ねえ。で肩のパーツから、うん、これをこれスライドって、あこれで出てんのか、うん、こいつを引き出して、おう、彼がとっさに右手が出そうになるけどガドリングだから、そうなんだ、あの、あダメだっていう、うん、動きがちょいちょい見える。こうなってる。俺は今このガドリングをなんとかこう重心を確保して左手で押さえようとしてるんですよ。もう完全にやってることはあの、うん、原始だよね。こっちの手ないけどこっちの手を使おうとしてしまうみたいになってるもんで、ね、ファントムペインです。ファントムペインだわ。あこれだ。こうなんか引き出すらしい。バーニア入ってる。おこれが高機動か。これを横向きに
まあ、こういう状態。情報量が多い。情報量が多すぎる。これちなみにこの背中のバーニアも今しまわれてる状態なんですよ、ここのところの。あ、本当だ、それ、だ、それ出すね。そう、これ出します、出します。多分ポンと出たら高機動形態なのかな。まずね、ここをね、うん、引き出すって言ってんな。あ、こうだ。ここを一旦ここのパーツを開けて、一個横にスライドをし動かして閉めます。こうだ。ふう。で、腕が、うん、ここのパーツが腕カバーが開いて、開いて、なんかバーニア、うん、ま、ああここにもついてるんだ。でもこれシャーらしいな。全身で姿勢制御できるような肢体訓練だな。そうだね。で、腕も、うん、腕もか。こんなの使いこなせんのシャーだけだわ。そうだよね、うん、無理ですよ、こんな全身のバーニア制御するので今度このスカートパーツ、スカートパーツ、シャアのエンブレム連動して展開するって書いてんな、これ。じゃあこれを開けばもう、あ、本当だ。こう。ちなみに各種であるからね。わあ、ジオにもあったマニピュレーター。いやー、もう本当に贅沢な機体だな。で、サイドの腰アーマーも、うん、こう、これを開くとこの下がうんうん、追従して連動して開くというギミックになっていると、うんうん、あんまり面倒くさいガンオタみたいになってもあれだけれども、本当にどうやってコクピットでこれ操縦してるんだろう、ここのこのパーツの点数っていう。何人か乗りじゃないとね。まあでも自動制御だね、やっぱそこは。そうなんですよね。ほら、ダンバインだと、うん、いわゆる原生人はオーラ力による操縦が可能だから、うん、コクピットはあくまで補助でしかないっていう説明があったじゃないですか。まあ、じゃ、だから地上人をね、そう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 、さらってくる。呼び出してるわけだね。でもこっちはマジでどう本当に操縦してんだろうな。もう引き出して。こうやって開くと、すげえなこれ。全身のボリューム感がさらにアップした。ちょっとカメラ映せないんですけど、うん、今度背中に行くね。背中ここ開いて、こいつを引き出して、もう出てるね、うん、で、このサイドが開くらしい。で、スカート、おおおおおお、これカメラ見せたい。ちょっと後ろ向かしましょう、うん、すげえ連動だったね。これすげえな、めちゃめちゃ動いてるな、これ。押さえて。電動ギミックで。はい、電動ギミックです。こう引っ張ると、チャキン、チャキン、すっごい。こういう感じで、ここら辺全部ね。背中に締まれてたバーニアも飛び出してますね。飛び出しますと。うん、これで高機動形態。まだあったわ。まだあんの。はい、あ、しんとこ。こう、こうだね。こうして、で開く。あー、カニバサミみたいになってたんだ。頑張れ頑張れ頑張れ、怖い。みんなも中村を応援しよう。画面の前でみんなも中村を応援しよう。頑張れ、めっちゃ怖い。頑張れ、パキっていきそう。ペンライトを振って応援しよう。え、ほんと合ってる？裏から押して開きますしか書いてないからな。うん、キリキリいってる、キリキリいってる。こうだね。あ、いたいたいた、いた、うん、で、開く。はい、オッケー、オッケー、オッケー、こうだね、オッケー。さあ、もうないね、開き残しは、はい、もうないね。これが一応高機動モード。おーっすね、あ、いいですね、カメラさん。そう、舐めるように。やべ、かっこいい、うん、あー、すごく細かいところなんですけど、左右の肩の付け根のところ、うん、ベンツマークみたいなのあるの分かります？あるね。あれ左右で上下逆なんですけれども、これ右左のパーツの区別のために付けてるのかな。あ、そうじゃない、なんかミリタリー的な意味があるんですかね、これ。え、まさかミス？いやいやいや、プリントミスってことは、あれ？でも、あ、いや、この説明書のもそうなってる。はい、肩のところのバーニアの近くのマークは両方とも正位置なんです。ここは一緒なんだけど、うん、ここでしょ？こう、そうそう、そこ。そう、これが左右逆なのは、うん、でも説明書もそうなってるから意図的だね。
だから多分右アーマー左アーマーのなんか意味あるんですか、見分けをつけるため。細かいな本当に。分かった。うん、これ裏見てみ、肩の裏、肩の裏、これ、はい、裏表逆につけれるようになってない。あ、あ、ほ、本当だ、デザインが違うもんね。ええ、違うのかな。うーん、反転してつけれるように作ってんの意味じゃないのかな。いや、でもそれはでも裏にわざわざシャーマーク入れるかな。背中から見た時の、だってこれを左右入れ替えたらさ、うん、このサザビーちゃんと前に来てさ、これがここ入るわけでしょ、ってことになりますか。俺らにしか分かんない会話してるね。そうですね。全くもって人に見せるつもりでない会話をしてました、うん、でハッチオープン機構を出すには、うん、まずここがこう開いて、うん、腕がさらにここが開く、うん、ここがさらに、そこもバーニア？いや、ここはね、ビームサーベルはしまわれてる場所。あ、格納ポジションか。あ、もう嫌だっていう、さっきのあれが出てきた、うん、あの、足をさ、うん、もう一回触らなきゃいけないから。いや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 、嫌だなってやつ。 足触るだけで動画一本終わるんですよ、うん、こいつの場合一番足に。でもこのフルメンテナンス状態を見せたいのよね。フルメンテナンス状態？あ、全部展開してるってことですか。そうなのよ。頑張りますか。これ引っ張るだけじゃ出ないじゃん。この股間のパーツ引き出せるんですかこれ。なんかね、うん、引っ張ったら伸びるって書いてんの。じゃあなんか押さえとくんでちょっと頑張ってみてください。嘘だ。嘘つかれて、嘘つかれてる。、うん、絶対外れないけど、うん、ちょっとずつ引っ張る力を変えながら、そうそう、グイグイグイってしながら、どこがポイントか。あ、そこがロックされてんのか。どういう、そういうわけでもない。でもない気がするけどな。嘘、そこ開くの。あの左右のこの部分でロックされてるって感じ。そう、すごい保持されてんだよ。これ左右まず引っ張れませんか。これは以上展開しない。これは、いや、そんなことはない。そんなことはないよな。高機動が基本的には展開した状態の形だから、うん、やばい、やばい、よし、いった。これごといくんか。いやいや、やっぱ叫ぶの有効でしょ。、うん、いやーって。なんか硬いものいじるときはいやーって叫びながら。そうね、この状態がまず第一の条件で、うんうん、第一条件、あ、フルメンテナンス状態はね、ちょっと下半身はやめとこう、うん、下半身は、はい、この台を全部出して座らせる必要があるらしいんで、はい、あと2本は動画必要になりますね、それは、うん、あ、名前さん指穴開いてます。指なんかへこみがあると思って、うん、名前さん指に穴開いてます。あったね、今ね、びっくりしたね。サザビーによって指に穴が開いてました。よい子のみんな、お父さんとお母さんにやってもらおうね。ね、お父さんとお母さんに久々の共同作業やりなよ。ニヤニヤ。嫌なガキ。サザビーでしたね、共同作業。こう。おー、開いた、開いた。で、うん、ここがすごいな。どうなっちゃうの？バックパックと、胸部、うん、ここか。おー、おい、おい、マジかよ。え、マジかよ。そんな風になってんの、サザビーって。あー、こんなになってんだ。なんモビルスーツって油圧なんかな。このシリンダー何で動いてんだろう。油圧も使ってんじゃん。うん、で、ここの開いてるここを、こうか。で、ここを持ってこれ引き上げか。こう。へえ、こんなに展開するんだ。さらにこれを前に。
前に倒す、こうだ。すごいなこれ。で頭部、予備の角1個ぐらいつけてください、バンダイさん。気をつけて気をつけて、角はマジで折れるから、うん、でも軟質だな、ちょっと軟質で作ってくれて、うん、こういう状態で、なんならこのこのバイザーを下げればいいんだもんね。そう、メンテナンス状態ということ、うん、これね、どの角度から見てもディティールに隙がないんですよ、うん、ないね、うん、今俺は上から見下ろしてるんですけれども OK です、はい、これが、まあ下半身はこれで購入時の状態、うん、膝がちょっとガクッて前に出てる状態になるんだけど、うんうん、これがまあメンテナンス状態らしい。なるほど。よく最初にそれが紹介された時にガンお互い言ってたのが、うんうん、あ、なんかここまで来るとナイチンゲールのイメージがあるなみたいな、うん、ああ面影、確かにこの前ちょっと前の方に前傾してる感じ、そうそう、エイリアンっぽい感じのさ、うんうん、あるよね。なんかうまくつながりましたね、うん、同系統の、そう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 、うん、解体賞金ナイチンゲールはいくらだよまず50万か50万くらい買っちゃうでしょ。でも出たら俺だけじゃなくオタクは絶対買うもん。買うでしょ、ガンボタンはな、うん、あーこれはすごいわ皆さん、このサダビの姿はあんまり見えないですよ本当に。うん、普通のサダビはよく見るかもしれない、この展開されたサダビは本当に見ない、ね、そうだね、うん、飾り方がだってさ、うん、どっちも飾りたいじゃない。そうですね、もちろんそのちゃんとした状態もさかっこいいから、うん、その状態も飾りたいけどさ、この状態のサザビーもさ、このキットでしか、うん、まあ、要は見れない図だからさ、うんうん、2つ買いましょう。あのね、マジでね、うん、ツイッターで調べてたらね、うん、乳がんの時いた、マジで2体買ってフルオープン状態と通常時を並べてアクリルケースに入れてる人いた。いやー鏡やな、ガンオタの鏡や、うん、すごいよね。ただまあ逆者がそれだけガンダム作品の中でも、いやまあそれはそれ人気がね、うん、出来がよく愛されてるってことでもあるんですけど、解体正規レベルで出るのってやっぱこういうメイン機体だけだよな。ギラ動画だとか絶対出ないでしょ。出ないだろ、うん、ここまで力入れた量産機、うん、リガズイすら怪しいよな。怪しい。でもこれどっちかっていうとそういうの欲しいな。ザクは出てないですか、解体将棋。ザクは解体将棋は2機だけです。2機だけ。こんなもんポンポン出ないですよ。ポンポン出ないな。ポンポン出ない。次だから、でも、うん、これでニューとサザビーが出たことによって、うん、じゃあ次何なのっていうのはお客さんの中にあると思う、うん、今のところ逆者しかラインナップしてないですもんね。まあ、要は圧倒的人気の2機を出してるから、じゃあ次どう来るか。宇宙世紀じゃないとこも選択肢としてはまあいけるじゃん、言ったら。まあそりゃそうですけれども、その例えばシードでもできるけど、できるけど、ただでシードのファンがこれを求めてるかまたちょっと別の話だから、ちょっと層が違うかもしれないですね。これやっぱりなんか宇宙世紀なイメージだよね。もし逆者のみで展開を考えていたとして、3期目が来るとしたら他にメイン張れるようなやつありますかね。アルパラジールから。アルパラジール、いやーでーかスケールだって中型犬ぐらいあると思う。そうですね。これだってそれもチワワより強いよね。チワワより強い。チワワより強い。まあチワワが多分噛みついた、チワワ怪我するとは思うんですけど。多分これが立ってたらチワワ、逃げる逃げる。これ小動物は逃げると。これがあったら。わけわからなさすぎて。わけわからなすぎてね。異形だもん。異形すぎて。これでもな、アルパージルか。でも確かに考えるとアルパージルくらいしかないわな。まあ、でかいから難しい、うん、でもまあ、次やるとしたら、まあ、逆者はないかな。逆者はもうおしまいかな。この2機で打ち止めですよね。でもナイチンゲール、そっちはサイズが、ね、変わっちゃうから、いかないか、うん、だからどうするんだろうね。ファーストとかに行くのか。ここはやっぱ原点に立ち返ってね、もう最初にファースト作んなかったからな、ね、ガンダムとザクとか出ないかな。でもザクでここまでのディティール出ねえよな、こんな展開しないです、ね、そうね、これはやっぱ後期の作品だからってのはあるね。武器もちょっと見せてもらっていいですか、うん、でかいんだよな。抜けるのはね、マジでここのマガジンと、マガジン抜ける、あと後ろって書い、後ろのマガジンって書いてある。これ個別なんだ、弾倉みたいだね。共通してます弾薬は。違う、そっち実体弾。こっちはそうだね、こっちがだからエネルギーパックだね。そっちはエネルギーパックで、こっちはカドチになってるから実弾型になってるね。あ、口径こんなんなんだ。
でもこれちょっと人間とちょっとシャアと比べてみてください。そのでっけでっけ、これはすごいな。戦車とかの自走砲とかにさ、当時 の戦争映像とかでさ、弾入るときにさ、兵隊を選手が抱えてさ、チーンって入れるやつ、ガーンって入れてさ、ガーンって入れるやつ、やってる形だよね。形ですね。これが一発だもんな。説明書き多いな。それは何です。これってここの保持じゃない。ストックかな。保持だよね。これ引き出せる。こんだけだけ引き出すためのギミックがわざわざ入ってる。どうぞ。すごい。他の文字情報読ませてもらっていいですか。なんて書いてあるか。他のギミック見てみよう。老眼じゃなくても読めない。細かい。マジで虫眼鏡がないと読めないこれ。虫眼鏡ある？ない。ないよな。虫眼鏡今度用意しといて。あ、貸して。うん。これのギミックいくよ。まず。おお。うわ、なんかここ塗装の素材あれが違うんだ。こそこだけマット加工。マットだね。うん。こうなって、これがスイッチになってるらしくて、押せるじゃん、はい。押すことによって、はい、お外れて、うん。あ、で、これをさっきみたいに出すのか。この状態になるらしい。これは正しく使用時の携帯なんですか？いや、これは多分メンテナンス。メンテナンスか。重心とかのそうメンテじゃない。なんてこった。装備品までメンテナンスを想定したんだ。そうそう、かっこいい。かっこいいな。シールドは シールドはこれもっと出るって書いて、痛い、下がりましたね、うん、わー、おー、うわー、めっちゃ出た。なんかグロいディテール細かすぎてグロいっすね。ジグジオンって感じだよね。え、これだけ持たせることできます。やっぱ縦持ってるイメージサザビー強いから。まあジョイントでここにつけるって感じだね、うん、あ、そこか。あ、もう本体の大部分隠れますね。やっぱこのシールド隠れないとシールドの役割をね、うん、果たさないからね。まあザクは肩にしかついてないけどこれ肩にちょっとついてる。ジオンあれで反省したんですかね。そうね、ちっちゃすぎたかな。こうやって止めてもこの辺から下全部ぶち抜かれるからね。こんくらいやっぱシールドはないとダメだなって。あと横についてるからね。横についてる。そうね、ギミック的には大まかにはこういうところだね。あとはもうそのスタンド作って、うん、そこにこう乗せた上で組み立てると、そう、あのさっきの整備員兵とかを飾ってくださいねという、うんうん、ことだね。立ってるシャアがもう自分のおもちゃ自慢してるスネ夫みたいに見えてきたもんだって、もうこれ。そうね。すごいだろうって。僕のパパが買ってくれたんだぞ。悪いな、のび太。サザビーは一人乗りなんだ。嘘はついてないけど。でしたよな。うん。あ、ビームサーベルの展開もするんですね。それ伸びるんですね。そう。するみたい。うん、まず、ビームトマホークが、うん、これがまず、グリップが、うん、グリップがまず伸びて、うん、でこれを下げるらしいね、うん、このサイドね、この状態、痛いで刺さる。正式名称は何でしたっけ、これビームトマホークサービームトマホークって書いてる。ビームトマホークなんですかね、うんうん、こんなトマホークがあるか。どうなってんだそのビームの保湿。ふぅ、こうだ。これ気をつけないと自分切りそうですよね。こんな展開内側にも刃が出てるね。もろ刃ですもんね。あれはシャア大佐にしか扱えないんだっていう。扱えないよ。カジタ自分を切ったらしいぞ。なんでカジタちょっと乗ってみたんですか。ちょっと乗ってみようで乗る機体じゃない。大佐いないうちに乗ろうぜ。やめとけよ。いたずらっ子かじった。めっちゃ怒られるぞ、うん、お前。ネオジオンちょっと教育なってないですね。こういう状態にして、うん、上に上げ、上に上げてつけた上で、うん、下げるって感じ。上げる。おお。すげえ。これがササビーのサーベル。でかすぎ。サザビーと比べてみてください。持たせてみて、まあ、軽く持たせると、軽く持たせると今回のスケール感になります、うん、絶対自分に当たるだろう。
どうやって制御してたんだしゃこれで、まあ普通の歯のはね、そっちやるが、うん、外すの大変なこれ。こういうのってどういう風に長期保存するのがベストなんですかね。こういう分かんないですよね。完全に外気をシャットアウトしたら長持ちするかな。何年か経ったらやっぱり自然とね、そのバンダイもいろいろ考えてなかなか壊れにくく作ってるとは思うけど、うん、まあでもやっぱり経年劣化っていうのはあるからね。うちも割とそういうおもちゃいっぱいあってさ、しょうがないですけどね。久々に見てみたらあれなんか割れてるみたいなのあるからね。うん、デュエガーオブブラストウォーニング、あ、なるほど、ここ火出るから整備中気をつけろって注意書きされてる。燃えっぞってこと。そう、ここに立ってる、ここ燃えっぞ、ここに立つと死ぬぞって、うん、ノーステップノープッシュ、ここに立つな、ここ押すな、注意書き多いな、再び整備兵のためだな。そうね、うん、いやーいやー、ようやくです。皆さんこちらですね、サザビ完成しました。はい、もうメンテナンス中ですけど、後編しっかりかかりましたけどね、メンテナンス状態になりましたけども、うん、うん、大したもんです、このレベルのおもちゃ手のひらのうちに立たせたいですよね。あー、いいですね、小指をツンって伸ばしてるの可愛いですね。なんかまたシャメ、う、空中に浮きながらシャメを7位が浮きながら宇宙だから、宇宙だから、ふわーっ、7位ノーマルスーツを着てくれ。もうここまで来ると本当におもちゃの動向してるけれども、うん、うん、でもわしゃがな TV でこういうのを見れるのは特色だよな。中村さんが金に糸目をつけずに買うから、うん、いやいや、ちゃんとこれは普通に買ってるから。本当にね、こういう機会でもなんか見ないもん、こんなおもちゃ、うん、人ん家に行って見せてもらうこともないもん、箱から出てないと思うからね、普通だとね、なかなか大人は買ってもしまっておくしな。あ、うん、これ開けるのはもうちょっと覚悟を決めないと無理よ。そうっすね、だってこれしまうんだよ、この後ダリ。そうでしょ。想像するだけでただただだるい、うん、手痛いもん、なんかもう長野さん手真っ赤ですもんね。あ、うん、ちょっと痛い、刺さった跡がある。はい、ということでね、はい、うん、皆さんもね、まあ、そうそう手はね出せないものではあるんですけども、そうですね、まあ、あの一緒に見る機会があってよかったです、うん、解体将棋第3弾もし出るんだったらね、まあ、数年後でしょうけど、うん、またちょっと購入トライしてみたいなと思いますんで、万が一ザクが出たら俺必死になって買うと思うんですけど、ザクじゃないだろうな、ザクじゃないかな、まあ、楽しみにしたいと思います、うん、はい、うん、チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします、高評価、メンバーシップもよろしくね、はい。